非公式サッカー世界王者は、サッカーのナショナルチームの試合をタイトルマッチに見立て、ボクシングやプロレスのように、PK 戦を含み現在の王者を破ったチームが、新王者となる方法で、世界王者を決定する仮想上のタイトルである。ユフバックはファン活動であり、国際サッカー連盟をはじめ、いかなる団体からも公認を受けていない。このアイデアは、 スコットランド代表のファンが冗談で始めた。同チームが1967年4月15日のブリティッシュホームチャンピオンシップで1966年のワールドカップ王者イングランドを破ったことがきっかけである。イングランドはこの試合でワールドカップ優勝後に初めて破れた。それから何十年も後にインターネットが普及すると この非公式世界王者のウェブサイトが開設され、1872年まで遡ってのデータがまとめられた。これをイギリスのサッカー雑誌、442が特集に取り上げたことで広く認知され、同志が編集に携わり始めた。1872年、イングランドとスコットランドの間で初めて行われたサッカー国際試合の模様を伝える絵。サッカー初の国際試合は、 1872年11月30日にハミルトン・クレッシェントにてイングランドとスコットランドの間で行われ、0から0のスコアレスドローに終わった。その3ヶ月後、1873年3月8日にケンジントン・オーバルで再戦があり、4から2でイングランドが勝利して、ユーフワック初代チャンピオンの地位を得た。1876年からは、ウェールズが 1882年からはアイルランドがそれぞれ国際試合に参加するようになった。王座はイングランドとスコットランドの間で争われ続けたが、1903年3月にアイルランドがスコットランドを3-0で下したことで3カ国目のチャンピオンが誕生した。ウェールズの王座獲得は1907年3月にスコットランドを1-0で破るまで待たねばならなかった。 1908年に王座を奪回したスコットランドは、イングランドと同様、グレートブリテン及びアイルランド連合王国の構成国としか試合を行わなかった。1909年末にイングランドがブリテン諸島以外の国との国際試合で初勝利を挙げた。アイルランドが1927年にイングランドに勝利して3度目のチャンピオンとなったが、 当時、アイルランドの名称を使うチームは2つあり、この時のチームは、アイリッシュフットボールアソシエーションが管轄する北、アイルランド代表を指す。しばらくの間、ユーフワック王座が海外に流出することはなかった。それは、ホームネーションズが1930年、1934年、1938年のワールドカップに参加しなかったためであり、また、第一次世界大戦や、 第二次世界大戦の影響からサッカーの国際化が遅れたためでもある。1931年5月16日、ユーフワックは初めてブリテン諸島外に移り、オーストリアが新王者となった。しかし1932年7月12日にイングランドがオーストリアを4-3で下したことで、ユーフワックはまたもホームネーションズ内で争われる時代に入った。 1940年代に入ると、ヨーロッパ大陸の国々、特に第二次世界大戦中は、数軸国と中立国がその地位を占めた。1950年のワールドカップを前に、イングランドが王座を取り戻したが、本大会の第一ラウンドではイングランドがアメリカ合衆国にゼロ。さらに、同グループ最終戦でアメリカ合衆国を破ったチリが、ユフワック新王者となり、 しかも同国が第一ラウンドを突破できなかったのでタイトルは南アメリカに渡った。フィファの地区タイトルがアメリカ州にある間、1963年にはオランダ領アンティルがチャンピオン国となった。コンカカーフ選手権でメキシコに2-2で勝利したためで、4日後にはコスタリカに敗れたため王座を失うのだが、史上最小のチャンピオン国として名を残している。その後、 1966年のワールドカップ開催までにユフワックはソ連の手によってヨーロッパに戻った。そして1967年に行われたイングランドとスコットランドの試合結果からユフワックのアイデアが生まれた。1978年の途中まではこのタイトルはヨーロッパの国々が保持したが、同年のワールドカップでアルゼンチンが奪い、それ以降4年間は、 南アメリカ諸国の手にあった。ヨーロッパ勢がタイトルを奪還するのは、1982年のワールドカップで、ポーランドがペルーを下した時で、次の年にはアルゼンチンが、王座に会議咲いたが、それを除けば、ヨーロッパの国が、しばらくの間タイトルを保持し続けることになる。1992年、ユフワックは、アメリカ合衆国が奪い、一試合だけオーストラリアが、続けて、 南アメリカの国が数試合保持した後、ヨーロッパに戻った。アジア初のタイトル所有国は1995年にコロンビアに勝利した韓国だったが、ユーゴスラビアがヨーロッパに奪い返した。1998年3月にドイツが親善試合でブラジルに敗れるまでヨーロッパ勢がタイトルを守り続けた。同年のワールドカップ直前にユーフワックは、 アルゼンチンに移った。そして本大会中に争奪が続いたタイトルは決勝戦でブラジルを破った開催国のフランスが得た。UEFA 欧州選手権2000開幕時点ではドイツが王座を保持していたが大会中にイングランドや優勝国フランスの手に渡って2002年のワールドカップ開催直前にはオランダがチャンピオンとなった。ところがそのオランダが ヨーロッパ予選を勝ち抜けず、本大会出場を逃したため、本大会では、ユフワックタイトルマッチは行われないことになった。同国は2003年9月10日に、チェコに1の3で敗れて、タイトルを失った。アイルランドがチェコを破り、さらに2004年5月にはナイジェリアがアイルランドを下したことで、ユフワックはアフリカのものになった。それは同年末に、小国アンゴラに移り、 2005年初めにはジンバブエが確保した。6ヶ月後にはナイジェリアが奪還したが、11月にはルーマニアが勝利してヨーロッパ勢がタイトルを奪った。その6ヶ月後、今度は南アメリカのウルグアイが奪取した。この時点ですでにウルグアイは2006年のワールドカップ出場権を逃していたため、2大会連続でユフワックはワールドカップで争われなかった。 2006年11月15日、ジョージアがヨーロッパのユフワック脱回に成功した。ユフワックタイトル防衛回数ランキングで常に1位に、あるスコットランドが2007年3月24日にジョージアを下し、約40年ぶりにタイトルホルダーとなった。前回のタイトルダッシュは1967年4月15日に敵地ウェンブリンスタジアムでイングランドに勝利した時で、 この時は1ヶ月後に行われた次の試合でソ連に敗れている。そして今回のタイトルも4日後には2006年のワールドカップ優勝国イタリアに敗れ防衛に失敗した。その後ハンガリー、トルコ、ギリシア、スウェーデンと点々とし、2010年のワールドカップ前には優勝候補の一つをオランダが確保した。本大会ではスペインが決勝戦でオランダに勝ち、 大会初優勝を果たすとともにユフワックも得た。2010年9月7日の親善試合でアルゼンチンがスペインに勝利し王座を得たが、10月8日にはアルゼンチンを破った日本に王座が移動した。日本はタイトルを防衛したまま2011年1月のアジアカップを無敗で優勝し、キリンカップ2011でもに引き分けで防衛するも、2011年11月15日に、 行われた 2014FIFA ワールドカップアジア三次予選第5戦の北朝鮮に0の1で敗れ1年以上保持してきた王座を北朝鮮代表に渡すこととなったその後北朝鮮代表は AFC チャレンジカップでは全勝優勝を果たすなど2012年は1年間王座防衛を続け翌2013年1月の東アジアカップ2013最終予選でも 予選突破こそならなかったものの予選突破したオーストラリアに引き分けた以外全勝したことにより防衛を続けていた。しかし2013年1月23日タイで開催されたキングスカップ初戦でスウェーデンに PK 戦の末敗れ約1年2ヶ月にわたって防衛したタイトルを譲ることとなった。そのスウェーデンもキングスカップ決勝で フィンランドに勝ち一度防衛を果たしたが、11日後の2月6日に、ホームでアルゼンチンに2の3で敗れ、アルゼンチンが2010年日本に敗れタイトルを失って、以来の王座に返り咲いた。アルゼンチンは、2014FIFA ワールドカップ、南米予選などを戦う中で8度防衛を果たしたが、2013年10月15日、予選最終戦のウルグアイ戦で敗れ王座を明け渡した。 ウルグアイが王座を守ったまま2014年のワールドカップ本大会に持ち込まれ、コスタリカ、オランダ、アルゼンチンを経た末に大会優勝国のドイツがタイトルを同時に獲得した。獲得後初の試合となった9月3日に行われた親善試合でアルゼンチンがドイツを破り、ワールドカップ決勝のリベンジを果たした。その後、10月11日に北京で行われた スーペルクラシコでラスアメリカすぎてブラジルがアルゼンチンを破りタイトルを奪取した。ブラジルがタイトルを維持したままコパアメリカ2015が開催されコロンビアアルゼンチンを経てチリに王座が移った。チリは 2018FIFA ワールドカップ南米予選第3節まではタイトルを防衛したが4節でウルグアイに敗れウルグアイが2014年コスタリカに敗れて 以来の王座に返り咲いた。ウルグアイがタイトルを維持したママコパアメリカセンテナリオが開催され、メキシコを経て優勝したチリがタイトルをダッシュした。その後は、ワールドカップ、南米予選を通じて王座は、南米各国を転々とし、予選終了時にはペルーがタイトルを確保した。2018FIFA ワールドカップで、サッカーペルー代表は、グループ C 初戦のデンマーク戦で0の1で、 破れタイトルはデンマークがダッシュした。その後、オーストラリア、フランスと引き分け決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦。1から1で破れタイトルがクロアチアに渡った。その後ロシア、イングランドに勝利したが、決勝でフランスに破れた。ユフワックは、あくまで非公式のタイトルであるため、過去の所有国を格付けする基準はない。 ユフワックを管理するウェブサイトはタイトルをかけた試合数や勝利数を表示し勝利数によってランキングしている。ユフワック獲得国のサッカー協会にはサッカーとクリケットの国際的な公式大会開催に尽力したチャールズ・ウィリアム・アルコックにちなんだ CW ・オールコックカップが贈呈される。これは実物またはイメージを送付する手段が取られる。ユフワックには 緑色の恐竜をモデルにした公式マスコット、ヒューインがいる。恐竜が使われる理由は、ユフワックが立案された際、サッカー国際試合の歴史を遡って調査した作業を恐竜の化石発掘に例えたためである。連続防衛回数2011年11月24日段階で世界王者が連続して防衛を遂げた記録は2008年に王座につき2010年まで。 維持したオランダの21回、ついで1880年から1888年まで20回防衛のスコットランド、3位には1996年から1998年に15回のドイツと同じく2010年から2011年まで15回防衛した日本が続く。最多得点と最大得失点差タイトルマッチにおける最多得点は 1899年2月18日にイングランドが13-2でアイルランドに勝利した試合である。この得失点差11もまた最大であり、1901年2月23日にスコットランドが11-0でアイルランドを破った試合と並ぶ大記録となる。なお、後者のスコットランドの勝利は相手を礼封した試合での最多得点でもある。大陸別選手権大会は、 ユフワック争奪に絡む試合が行われた回のみ表示する。どのワールドカップ大会でもユフワック保有国が決勝戦を制してタイトルを防衛したではない。1974年と2010年の大会ではユフワック王者オランダが決勝まで進んだが、それぞれ西ドイツとスペインに敗れワールドカップ優勝を逃すとともにユフワックタイトルも失った。 西ドイツも1986年に決勝まで残ったが予選からトーナメントを通じてタイトルは4カ国間を移動し決勝の開始時点でアルゼンチンがタイトルを持っていたノックアウトトーナメントという使用上決勝トーナメントにユフワックタイトルが持ち込まれた場合は自動的に大会の優勝者がタイトルを獲得することになる1950年大会の地理 1962年のメキシコ、1994年のコロンビアはそれぞれ決勝トーナメントに進出しなかったが、グループリーグでユーフワックタイトルを勝ち取った。開催当時はカップ戦扱いではなかったが、後に南米サッカー連盟が正式なチャンピオンシップとして認定した。アフリカネーションズカップと OFC ネーションズカップには、 今のところユフワックタイトルが持ち込まれた実績がない。日本は2010年の6月までに5回ユフワックタイトルマッチに挑んだが、いずれも勝利を挙げることができなかった。2010年10月8日、アルベルト・ザッケローに率いるサッカー、日本代表が、ホームの埼玉スタジアム2002に、リオネル・メッシを擁するアルゼンチンを迎え、岡崎真司の得点によって1から0で勝利。 6度目のタイトル挑戦で初のユフアックチャンピオンとなった。日本の初退官後、日本は15戦王座を保持し続けるものの、2011年11月15日に北朝鮮に敗れ、王座を手放した。日本のタイトルマッチでの戦績は以下の通り、1873年3月8日の試合に勝ったイングランドから勝者の系譜が続いているならば、 同様にスコットランドに始まる敗者の系譜も続いているはずであり、そのチームはいわば現時点の世界最弱ではないか。このような意見がユフワックフォーラムで提案され、王者の決定と同じ手法で世界最弱の歴史が調査された。この座をユフワックではウッドンスプーンと名付けている。王者同様、当初は敗者もホームネーションズの中で主に ウェールズとアイルランドの間で競われた。これがヨーロッパ大陸に渡ったのは1926年にベルギーがイングランドに3の5で敗れたことに始まる。1940年までこの位置はフィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニアの4カ国の間で行き来された。しかし1940年8月5日に当時の最弱国ラトビアが ソビート連邦に併合されるアトビア代表が消滅したために世界最弱の系譜は一旦途絶えた。そこで24日後に行われた別の国際大会で負けたフィンランドに世界最弱の座を引き継ぐこととされた。フィンランドはその後9年間24試合にわたって勝利を手にできなかったがやっとデンマークに勝ってこの不名誉な称号を返上した。この座はすぐに ノルウェーに移り、スカンディナビア三国とフィンランドの間を再解消の称号は行き来した。1953年、スウェーデンに2の4で敗れたフランスが、この位置に着いたが、すぐにアイルランドを経て、ルクセンブルクへ渡り、同国に7年間居座った。しかし1962フィーファワールドカップ、予選で勝利して、ポルトガルに押し付けた。ポルトガルはブルガリアに勝って逃れたが、 後に同国に敗れ戻ってきてしまった。そして1963年4月、最下位賞にあったポルトガルは、前年のワールドカップ優勝国ブラジルとの対戦が組まれた。ここに非公式世界最弱と、公式な世界最強の2国が激突、結果はポルトガルが1の0で勝利し、ブラジルは不名誉な地位を受け継いでしまった。しかし3日後にはベルギー25の1で勝ち、ブラジルはこれを、 アメリカ州から追い出した。その後、フランス、ブルガリア、ギリシャを経由し、1966年から長い期間、フィンランドがその座を占めながらも一度だけスペインに勝利したこともあった。1972年以降は、アルバニアやノルウェー、北、アイルランドを経て1975年にはスウェーデンが再解消対象国となった。1975年5月、 スウェーデンはアルジェリアに4の0で勝利し、最弱の座はアフリカに渡った。しかし1976年1月にサウジアラビアを3の1で任せ、以後再解賞の称号はアジアの国々でやり取りされている。1970年代にアラブ首長国連邦、バーレーン、オマーンと中東を、1980年代にはバングラデシュ、マレーシア、ブルネー、シンガポールと、 東南アジアをめぐり、1988年にサイドーマーンが破れると1993年にマレーシアに勝つまでそこに止まった。数ヶ月後にマレーシアはマカオを破り、3年後の1996年にマカオはフィリピンを破った。以後21戦負け続けたフィリピンは2000年の AFC アジアカップに0 0 0予選にて勝ちを手にし、世界最弱国はグアムとなった。 何度もの試合を10点以上の失点で涙を飲んだ。グアムも2009年の東アジアサッカー選手権2 0 1 4予選でついにモンゴルから勝ちをつかみ、不名誉な座を出した。以後、モンゴルとマカオの間で争われた。2011年2月16日マカオは AFC チャレンジカップ2012予備予選でカンボジアに勝利し、木の幸はカンボジアに渡った。 3年後の2014年にチャイニーズタイペイに勝ったことで13戦保持し続けた再会賞を逃れ、そのチャイニーズタイペイも半年後の 2018FIFA ワールドカップアジア一次予選でブルネイに勝利を収めている。女子サッカーの非公式世界王者の歴史は男子よりも100年ほど新しく、1971年にフランスがアーズブルックにオランダを迎えて行われ、 4から0で勝利した試合を皮切りに始まった。この王座はスイス、オランダ、イングランドを短い間に経由し、1975年から1984年の間はスカンジナビアのスウェーデン、デンマーク、ノルウェーが占めた。1984年第1回 UEFA 欧州女子選手権が開催され、王者スウェーデンは順当に王位を維持し駒を進め、 ホームアウェイで行われる決勝を1から0の1勝1敗で分けたため PK 戦で決着をつけ選手権を勝利したが2戦目のアウェイでは敗れたためにベフワックはイングランドに移る奇妙な結果となったその後西ドイツ、ベルギー、イタリアなども名を連ねながら王座はヨーロッパをめぐったが1987年にアメリカがノルウェーに勝利しベフワックは 世界をめぐる時代へ突入した。当初はアメリカとヨーロッパの国々が王座を奪い合ったが、1994年に中国がノルウェーに勝ってアジアに初のタイトルをもたらしたものの、5日後には失った。南アメリカはこれに遅れる1997年にブラジルが勝ち取った。タイトルはアメリカ州ヨーロッパアジアを動き回り、2000年にはカナダ、 2001年には北朝鮮が初めて王座を占めた。1991年から始まったフィファ女子ワールドカップには毎回ベフワックは持ち込まれた。その他にも王座は移動し、スコットランドやウクライナが王者になったこともあった。2011年のフィファ女子ワールドカップ開幕前、当時の王者イングランドは5月23日にオーストラリアに敗れた。 これはイギリスで報道されなかったため混乱を招いたが、FIFA とオーストラリアからの情報で確認された。本大会ではオーストラリアが保持していた王座をグループリーグでブラジルが奪い、準々決勝でアメリカに渡った後、7月17日の決勝戦で勝利した日本が得て、男女同時に王座を確保した8カ国目の代表となった。この時点で日本は女子ワールドカップ。 男子 AFC アジアカップ、女子東アジア選手権、女子アジア競技大会を含む6つのタイトルを保持することになった。ユフワックでは、サッカーの大陸別非公式王者、または他のスポーツやカテゴリーでも、同様のタイトルを検討している。同様の仮想的なタイトルに、ホセナサシのバトンがある。これは、第1回ワールドカップ優勝国のウルグアイを起点とし、 当時チームのキャプテンの名前を名称に始められた。ナサシバトンは基本的にユフワックと同じタイトルの受け渡しをルールとするが考慮する試合の勝敗は90分間経過時点を当てはめている。現在のタイトルホルダーは2017年3月29日に 2018FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選でトリニダード・トバゴに勝ったメキシコである。 近年にナサシバトンとユフワックの間で生じた典型的な際は2015年コパアメリカ準々決勝におけるコロンビア対アルゼンチン戦である90分経過時点では同点だったためナサシバトンのタイトルは移行せずコロンビアに残りユフワックでは延長戦の結果からアルゼンチンに移されたバーチャルワールドチャンピオンシップはユフワックと同じく タイトルマッチ形式を用いながら対象を FIFA 主催試合及びその予選に限定するものである。これは親善試合などを含めると常に強いチーム同士が戦うわけではなく、王座が中堅チームに移った間にどこが保有しているかわからなく可能性があるという批判がユフワックに対してあるので、この問題を回避するために考えられた。この方式では、 1908年ロンドンオリンピック決勝からタイトル争いを始めている。ただし、1936年ベルリンオリンピック以降のオリンピックにおけるサッカーの試合は参加チームがフル代表ではなくなったため考慮していない。現在の王者は2013年10月15日に行われた 2014FIFA ワールドカップの決勝でアルゼンチンを破ったドイツである。 バーチャルワールドチャンピオンシップでは90分経過時点での結果が考慮される。スコットランドのサッカー雑誌が提案したパウンド・フォー・パウンド・ワールドチャンピオンシップというものも存在する。バーチャルワールドチャンピオンシップとほぼ同じ運用ながら対象試合を両チームの実力がき抗する試合に限定するので FIFA 公認の親善試合なども対象となる。また、ーフ w ックと 同じく延長戦や PK 戦の結果も勝敗に反映する。他のチャンピオンシップと大きく異なる点は、起点を1930年ワールドカップに置くところと、ワールドカップ決勝開始時に、当時のチャンピオンが王座を自動的に返上しなければならないルールにある。したがって、4年に一度必ずリセットされ、ワールドカップ優勝国が必ず、パウンド・フォー・パウンド世界王者になる。 現在の王者は2013年6月30日のコンフェデレーションズカップで2010年ワールドカップ優勝国のスペインを破ったブラジルであり次の防衛戦は2014年ワールドカップである最近のユフワックとの会議は2010年9月の親善試合でスペインがアルゼンチンに敗れた時点に始まったユフワックの一般的認知度は低いしかし 特定の対戦を報道する際、その解説に、これらチャンピオンシップを加えて、試合の価値を知らしめることがしばしばメディアで行われる。2011年1月には、日本代表がアジアカップで勝ち進んだことで、日本でも時事通信社配信による、長田光一のコラムや、有敢富士などで報道、紹介された。ありがとうございます。